千葉セクションは千葉県市原市、田淵の養老川沿いの路頭で見られる約77万年前の地層。この地層は更新予の前期と中期の境界を示すものである。2017年11月に国際標準模式層断面及び地点に内定し、2018年には養老川、流域、田淵の地磁気逆転地層の名称で国の天然記念物に指定された。 千葉セクションは、カズサソ軍国本草中の地層である。後新世の前期と中期の境界は、地球史上これまでで最後の地磁気逆転が起きた時期である。田淵の路頭で見られる地層は、この時期に海底で堆積した地層で、逆磁極期から過渡期を経て、政磁極期に移っていく様子が連続して分析、観察できる。十七万年前に起こった、 御嶽山噴火による火山埋葬があり、ちょうど地磁気逆転の時期の目印となっている。本県地層は、養老川、流域、田淵の地磁気逆転地層の名称で、2018年に国の天然記念物に指定された。国際標準模式層断面及び地点として認められるためには、いくつかの推奨条件が示されている。特に、海底下で、 連続的に堆積した地層であること、地層中に、これまでで最後の地場逆転が記録されていること、地層の堆積した、当時の環境変動が詳しくわかることの3点が重要であり、また、誰でも見られる場所にあることも重視される。地場セクションはこれらを満たす有力な地層である。日本の科学者は、国際標準模式層断面及び地点水線に、当たって、 過去70年にわたって発表された研究論文をまとめた論文を国際学術史に発表、また千葉セクションから見つかった白岡山配送の年代測定を行い、地磁気逆転の年代を高精度で決定するを見直すものとなったなど、2017年11月に国際標準模式相談面及び地点として適していることを示すための布石を打った。 77万年前から12万6000年前にかけての地質時代が千葉ニアンと命名される見通しであると報じられた。他方では、二例イヒサシラが国際標準模式相談面及び地点としての登録申請に不適切な部分がある認められないと国際地質科学連合に提訴したが、国際地質科学連合は GSSP として認めた。 一方で2018年5月末、研究グループにより、民有地の所有者から許可を得ない、資料採取が行われ、二例は国際地質科学連合にこの問題を報告すると、共に2019年2月4日には、記者会見を開き、報道各社に一連の出来事を報告した。NHK では、現地の民有地の所有者から2018年のうちから、借地権を取得し、 登録は極めて困難になったと報道された。なお許可を得ない、資料採取について研究グループは、市原市役所職員に同行してもらい、私有地ではないことを確認したが、後から民有地に入っていたことが分かり謝罪したと述べている。これに対し市原市は2019年6月、研究を目的とした現地への立ち入りを拒否することを禁じる条例を9月の市議会に提案すると、 発表し、現地周辺に市長の許可を得て、資料採集のため立ち入る研究者への妨害行為を禁じる内容の条例案を9月5日に提出、9月19日に可決成立した。なお、市原氏が7月1日から7月31日に上記の条例案に対するパブリックコメントを募集したところ、市内外から57件の意見が寄せられ、賛否を明確にした。 意見の94%にあたる51件が賛成であった。これに対し市長の小出常ジ,ジは最低限の試験の制限について大きな反対意見はなかったと見解を述べている。関係各所のこうした努力も実を結び、2020年1月17日、釜山で開かれていた国際地質科学連合の会合において、チバニアンの名称が最終承認された。 ありがとうございます。